はい、どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、入社が難しい会社ランキングっていうところですね、採用とかですね、新卒、転職でですね、ものすごく入社難易度が高い会社ランキングっていうところで発表していきたいと思います。その他ですね、こちらのチャンネルでは就活転職ランキングネタっていうところで皆さんに有益な情報をお届けしているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておくといいかなと思います。はい、ということで今日はですね、国内で難易度がめちゃめちゃ高い会社ってどこっていうところで、ランキング50位っていうところをですね、大学通信さんのデータをもとに東洋経済オンラインさんでまとめていた記事があったのですね、こちらを参考に送っていきたいと思います。はい、なのでですね、入社難易度ランキング国内トップ10というところで送っていきたいと思います。はい、早速ですね、50位からいきたいと思います。こちらです、ドン。はい、50位、朝日新聞社、入社難易度、61っていう感じですね。偏差値みたいなところですね。はい。で、49位、NTT データ、48位、三菱 UFJ 信託銀行、47位、朝日化成グループ、46位、三菱ガス化学、45位、毎日放送、44位、江崎グリコ、43位、キンエス、42位、東レ、41位、サントリーホールディングスっていう感じですね。はい。50位からですね、結構有名どころがあったりしますね。キンエンスに関してはですね、平均年収が、社員の平均年収が2000万円弱と、かなりですね、高い会社になってます。はい。次ですね、40位から31位、こちらです。ドン。40位、ヤマト証券グループ。39位、AGC。ガラスメーカーですね、世界的な。1兆5000億円ぐらい、売上高があります。はい。38位、三井住友銀行。37位、富士テレビジョン。36位、東急不動産。35位、アクセンチュア。34位、テレビ東京。33位、NHK。32位、住友化学。31位、ソニーっていうところですね。このですね、30位台はですね、テレビ東京、NHK、富士テレビジョンとかですね、テレビ局系がランキングインしてるっていうところですね。はい。面白いのは、富士テレビよりもですね、テレビ東京の方が上と。はい、僕もですね、テレビ東京のですね、採用の説明とかですね、聞いたことあるんですけども、テレビ東京は、大手のテレビ局よりも、小さい分ですね、裁量がよく、もう自由にテレビを作れますよみたいなことをですね、歌い文句に知ってありします。はい、次ですね。はい、30位から21位、こちらです。トン。30位、創実。29位、共同通信社。28位、日本郵政。27位、読売新聞社。26位、テレビ朝日。25位、日清製粉グループ本社。24位、川崎汽船。23位、味の素。22位、東京建物。21位、日本経済新聞社。はい、ここら辺20位台はですね、新聞社が結構多いかなっていうところですね。はい、日本経済新聞社。はい、かなりですね、入社難易度もですね、62.3 っていうところですね。はい、次、20位から11位、こちらです。ドン。20位、集英社。19位、国際石油開発定石。18位、JXTG エネルギー。17位、電通。16位、野村総合研究所。15位、丸紅。14位、日本テレビ放送網。13位、住友商事。12位、博報堂 DY メディアパートナーズ。11位、TBS テレビっていうところですね。はい。ここら辺ですね、面白いのはですね、17位、電通。12位、博報堂と。はい。業界的にはですね、電通、博報堂、朝通とかなんですけども、必ずしもですね、業界の規模というよりもですね、はい、博報堂の方がですね、入社の難易度は高くなっていると。こちらも面白いですね。はい。ということで、入社難易度トップ10、こちらです。ドン。10位、伊藤忠商事。9位、富士フイルム。18位、日本政策投資銀行。7位、三井不動産。6位、講談社。5位、B&G。4位、角川。3位、三井物産。2位、三菱地所。1位、三菱商事っていうところですね。はい。やっぱですね、トップはですね、はい、商社、大手商社っていうのがでかいですね。あとはですね、角川とか講談社。出版業界っていうのはですね、結構、紙減少傾向にあるんですけども、人気度はですね、まだまだ高いっていうところがあります。はい。P&G に関してはですね、新卒の採用は30人程度しか行ってないので、かなり狭き門だったりもします。はい。そんな感じでですね、10位から1位はですね、大手の商社とか、はい、出版社周りがランクインしているっていうような状況になりました。はい。ということで今日は入社が難しい会社ランキングっていうところで、送っていきました。皆さんが目指している会社とか、転職したい会社、今いる会社、どこら辺のランキングに入っていましたでしょうか。ぜひですね、就活とか転職の参考にされてみてください。今日もありがとうございました。ぜひチャンネル登録をされていってください。